おかえり。えなんで電気もつけないで座ってるのって別に。今日、楽しかった。へえ、同僚と盛り上がったんだ。同僚って、男、女。 関係ないでしょ。ふふ、そうなんだ。なにねてるのかって。当たり前じゃん。そりゃ拗ねるよ。なに黙ってて気持ち悪いって。 わからないんだ。へ言いたいことがあるなら言えって。黙ってるのはイライラする。<laughs> じゃあさ、言うよ。最近の君の態度、何夜はいっつも遅いし、しょっちゅう飲み会に行くし。 しかも男がいるところでも平気。それで僕のことはほったらかしい。僕が晩ご飯を作って待ってても平気で食べて帰ってくるし。なんなのそれがどうしたのって。なんで君が怒るの <laughs> 怒りたいのは僕の方だよ。ねえ、見て僕の体。 気づいてないの手錠も足かせもついてないんだよ。どこにだって行き放題。でも君は平気な顔して出かけていくよね。なんで最初は僕をガンジ絡みに繋いでたじゃない。どこにも行かないでって。どこにも行かせないって。他の女の人を見て欲しくないって。見られたくもないって。だから僕をこの家の中に閉じ込めたじゃない。 私が一生あなたの面倒を見るから、外に出る必要なんてないからって。あなたは家の中にいればいいんだって。だから、手錠をかけてどこにも行かないようにしてたじゃない。なのに、見てよ。僕の体。何でもできる。どこへだって行ける。君の元からいつだって消えれるんだよ。なのに。 今の君は全然僕のことを気にしてない。僕のことを縛り付けてくれない。女の人が乗ってる雑誌も僕が見てたらすごく怒ってお仕置きをしてきたのに。今はそこら辺にポンって置いてある。僕が見たら嫌だとも思ってないんでしょ。他の女の人に興味を持っても何とも思わないんでしょ。なんでなんでなんでだよこの家から出られなくしたのは君なのに 僕から何もかもを取り上げたのは君なのになんで今はほったらかすんだよなんで僕を自由にするんだよまた縛ってよ束縛して監禁してよ僕を独占欲で支配してよなんで自由にするんだよなんで僕のことを心配しないんだよ教えてよねえ。教えて。教えてよ。 なんで変わっちゃったのなんで、なんで僕を束縛してくれないのなんで、なんでだよ。<laughs> <laughs> 僕のこと、嫌いになっちゃったの 僕はもう必要ないの。用済みなの。教えて。教えてよ。寂しいよ。辛いよ。君に束縛されないのが、どうしようもなく悲しいよ。ずっと愛してるって、一生話さないって言ったのに。 だから、僕を縛り付けたくせに、なんてなの。 背けて何も言ってくれないんだね。そっか。君にはもう僕は必要ないんだ。<laughs> そうなんだね。<laughs> もしかして他に好きな人ができた。否定しないんだ。 顔を背けたまま僕の方を見ないってことは当たりなのかなその人は束縛しなくても独占しようとしなくても君は安心していられる存在なんだ<笑><笑>僕とは扱いが全然違うんだね なんでそんなに違うのかな僕の何が悪かったんだろう年下だったから、ベッドみたいな感覚だったのかな愛してるって言葉は、そういう意味だったんだ。<laughs> 僕は君に全て奪われちゃったのに。 友達も、住む家も、仕事も、お金も、何もかも取り上げられちゃったのにね。スマホだって、持たせてもらってないし、テレビも見せてくれなかった。だから、僕はこの家の中以外の世界を知らないよもう、どこへも行けないんだ。 君だけの世界で、君だけを見てた。君だけを待って、君だけを愛して。僕の全ては、君だけだよ。君のいない世界を、僕はもう知らないんだ。<laughs> じゃあさ、せめて、君だけの世界で、永久に君だけを愛していられるようにして、君の手で、僕をこの世界から、君だけの世界へ、君しかいない世界へ、君のことだけを思っている世界へ、 僕を、連れて行って。何って。君の手で、僕のこの世界を、永遠のものにしてほしいんだ。待ってて。 それ何って。ナイフだよ。そう。君が僕を永遠の世界へ導くの。君の手で。そしたら、僕は君と永遠に一緒にいられる気がするんだ。僕だけの世界で。 君だけを愛して、君のそばに、ずっと、いられると思うんだ。だから、お願い。君の手で、永遠のものにしてよ。君がしてくれなきゃ、意味がないから。ほら。 ナイフを持って。ほら。どうしたのどうして、後ずさりするのほら。最初の頃みたいに、僕を自分だけのものにするときみたいにさ、愛情いっぱいにさ、殴って、 蹴けてくれたじゃない。そんな風に、最後に、僕を愛して、力いっぱいに、愛して、お願いだから。ね。ほら。はは <laughs> 壁に当たっちゃったね。もう後ろには下がれないよ。さあ、僕の全てを奪った君に、最後に思いっきり愛されたいんだ。ほら、持って。体が震えてるね。 じゃあ、僕が手伝ってあげる。でも、ナイフ自体は君がしっかり持つんだよ。君がしてくれなきゃ意味がないんだから。ほら、僕が手を添えてあげるね。いい子。 ちゃんと握れたね君を永遠に愛しているよ大丈夫そんなに震えないで <laughs> かわいそうにそんなに震えちゃってぎゅーっと してあげるねぎゅー <laughs> まだ。 Yeah. <laughs> 動画見てくれてありがとう !ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てねバイバイ